今日は総数で7297人のお客さんがこの正田醤油スタジオに詰めかけました。試合立ち上がりは雨は降っていませんでしたが、後半途中から雨がパラパラと降ってきました。注目に三浦知良選手とザスパ草津は10番の広山選手を遠藤さんに挙げてもらいました。こういうところですよね。やっぱり短いくさびから落としてシュートというね、はい、いくつかコンビネーションを作ってました。こういった横目シーンも前半のチャンスもあったんです。まあ、守備の設計ができない中でこう本田がセーブしてくれたり、そして草津もセットプレーからのチャンスを迎えました。これは広山が中に行く、切れ込んでそのままシュートというシーン。まあ、ただここまではね、まだやはり前節のような草津らしさというところは見えなかった。そしてこの三浦知良選手のシュート、まあ、守備の甘さからですけども、やっぱりこう三浦知良選手らしいねラスターというのを見せてくれましたよね。はい、そしてこの熊谷氏のプレー光りましたね。だからこういう苦しい時にやはり誰が局面を変えれるかという、まあ、広山と三浦知良選手注目したんですけども、まあ、草津にはこの14番がいたと。はい、まあ、高田選手の3人目のお子さんが誕生したということでゆりかごポーズで先制ゴールを祝いました。そして J 初ゴールとなった小池、まあ、そのやはりチームのいい状況というのが彼のその思い切りの良さという